久保さん、今回、そこに山があるからにしましょうか。なんか夢とか目標とか、僕はあんまないんですけど、そこに YouTube があるから、そこにカメラがあるから、ただ撮ると。そこに山があるから登るんだと。めちゃくちゃシンプルでいいんじゃないですか。じゃあそこの目的は何なのか、なぜ山に登るのか。まあ僕は登山家ではないのでわかんないですけど、多分山頂に登った時の幸福度、達成感、まあそういうのが、 あるんんじゃなないかなと思うんですけど僕はビジネスをやってるので、えー、単純に YouTube が一番稼げると思ってるので、うん、目の前に YouTube がある。目の前に一番稼げるプラットフォームがある。ただできる。やるだけ。いってらっしゃい。